京セラドーム大阪です。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。オールパシフィック対オールセントラル、夢の球宴オールスターの模様をこれからお送りいたします。お隣には田尾康さん、西崎幸弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるリポーターです。はい、こんばんは。ベンチ裏から選手のコメントや情報を我々二人がお伝えいたします。頑張ります。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、夢の球宴まもなくプレイボールです。さあ、オールパシフィックの先発ピッチャーダルビッシュ、しっかり抑えてくるんでしょうか。高い完成度の中にさらなる進化の方が見える。全ての試合で格の違いを見せつける球界最高右腕ダルビッシュ有。限界という言葉はこの男の辞書にはない。たゆまぬスキルアップとパワーアップで進化を止めない安打製造機、青木宣親。マウンドは先発ピッチャーダルビッシュ。最初の1球、最初は低めに持ってきました。これが伸びます。昨年の数字が出ていましたが、3割4分6厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が20となっています。3球目、バッター見送りました。カウント1エンド2、バッティングカウントからの4球目、あっと今度は外、149キロです。次が5球目、ストレート打ちました。打ち上げてセンターです。さあ、前に出ます。あっと落ちた、ワンバウンドヒット。打ったバッターは一塁です。一塁ストップ止まりました。超人的守備と職人的打撃がプロをも魅了。高次元の攻守で勝利を支える異次元プレーヤー井端弘和。さあ、オールセントラル、センターへのヒットでランナーを出しています。さあ、1球目、バントします。あっと上げてしまった。これでアウトが1つ。サードフライに終わりました。右へ左へ浜の夜空にアーチをかける不動の4番、ファンのためチームのために打席に立つ男、村田修一。村田、今年で6度目のシーズンとなりました。どこから行った。1球目は空振りです。カウント1ストライクノーボールです。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょう。2割8分7厘のアベレージ、そしてホームランの数が36となっています。さあ、勝負か、どうする。さあ、この打球は、この当たりはセンター打ち上げた。あっと、ワンバウンドヒット。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。ボールは中継のショートへ。ファーストランナーサードベースも蹴った。ツーベースヒット。ファーストランナーがホームに帰ってきました。1対0、先制点はセントラル。いきなりスコアボードに点が記されます。リプレイでご覧いただきます。この得点の場面です。いきなりのタイムリーヒット、初回から先制点が入りました。豪快さと勝負強さを併せ持つ新たな手法、勇気ある決断をした君が頼りだ、新井貴浩。バッター新井、さあ、あっと打ちました。ファウルです。いきなり先制点を許しています。次は第2球、これは外れました。平行カウント1エンド1。3球目はどうする。打ちました。これはピッチャー、ピッチャー取りました。一塁、これは余裕でアウト。ピッチャーゴロに終わっています。セリーグ歴代最多の204安打を記録。初回から先制点が入っています。第1球、あっ、転がってファーストへのゴロになりました。ファーストへ、
これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあオールパシフィック、1点を追いかけます。そしてオールセントラルの先発ピッチャー上原、パリーグ打線をどう抑えてくるんでしょうか。スターターとしてもクローザーとしても球界最高峰、難なく大役をこなす精密コントローラー上原浩二。積極的なバッティングで二塁手をつかんだ新進気鋭のスピードスター本田雄一。一投目はどうでしょう。最初はストレート持ってきました。ワンストライクです。さあ第2球引っ掛けた感じになりました。左へ行った、取った、一塁に送ります。一塁アウト、アウトです。進化し続ける匠の走攻守、もはや鷹のプリンスの枠には収まらない日本代表ショートストップ川崎宗則。何から持ってくるか。痛烈な打球、初球になった。これは取っています。川崎セカンドライナーに倒れました。35歳にして初の首位打者を奪った勝負強い打撃、抑止力抜群の強肩、人間はいくつになっても成長できると教えてくれる男稲葉敦則。最初の1球立ち上がりのピッチング、2アウトにしています。この球はどうでしょう。今度はストレートを持ってきました。外へ2つ続けました。さあ勝負するんでしょうか。この低めの球は外れています。2エンド1。次が4球目、ガーッと打ちました。打球はショートへ、一塁送球、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。1回の表裏終了、オールパシフィック3人で攻撃を終了しています。手元で見極めたボールを無類のリストで押し込み左右のスタンドへ。独特の広角打法と勝負強さで名古屋を沸かせる和製スラッガー和田和弘。どこから行く。まずはボールから入りました。ワンボールです。和田、今年で12回目のシーズンを迎えています。2球目外、外れてボール、外へ2球持っていきました。さあ3球目、まっすぐ打ちました。ショートへの打球、取った、一塁へ送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。ショートゴロに終わっています。名球会入りを果たした天才職人打者、熟練を極めた打撃道をさらに深く突き詰める前田智則。得点差わずか1点、オールセントラルがリードしています。さあどこから来るか。初球狙って、これはいい当たりだ。取りました、ファーストへ。これは一塁アウト。前田ショートゴロに終わりました。バッティングのリードも最高です。ジャイアンツ星史上最強バッター兼日本代表司令塔阿部慎之助。すでに1点を許しています。さあ最初の1球、まずはストライク、ワンストライクノーボール、2アウトになっています。2球目です。外のボール、ボールカウント1エンド1、今日の1打席目になります。3球目はどうする。ストレート、打球は上、アウト、ナイスプレイ。チームの勢いを誘うプレーだと思いますね。はい、他の選手にも刺激になります。さあ今のシーンです。2回の表終了、オールセントラル三者凡退に終わっています。監督のアドバイスで配球の読みが深まり輝きを取り戻したベテラン大砲、豪快なパワーヒッティングは今年も健在、強打一筋山崎武史。初球インコースから入りました。ワンストライク、この球はどうでしょう。これはまっすぐ、ボールカウントツーストライク。さあ3球目はどう攻める。見送った、西垣さんにお聞きしますが今日のピッチングはどうでしょう。今のストレートもいいと思いますけどもね。変化しました、左方向へ。この打球はファウルになります。カウントはそのままツーエンドワン。三振見えました。これは読みが外れたか。3
昨年日本球界へカムバック。左右にアーチを叩き込む年齢とは無縁のパワーを炸裂させた。帰ってきた左の大砲タフィーローズ。第1球初球外してきました。カウントノーワン。どこに構えるか。外のボール打ちました。右へ行った。取って一塁はアウトになります。ローズファーストゴロに終わりました。超人的フルスイングで広角に驚異的な弾道、投手の背筋を凍らせるベネズエラの怪物アレックス・カブレラ。まずは初球、初球ストライクを取りました。これではバットが出ません。第2球はどうい、打ってファウルボール。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。空振り三振、スリーアウトチェンジ。インコースを空振りの三振に切って取りました。さあオールセントラル、この後9番から始まります。巧みな広角への打撃、堅実を極めた守備、俊足を駆使した走塁、あふれるセンスに磨きをかけリーグを代表する内野手へ。田中広康、どこに入れてくるか。インコース打って上がった。ショート後方への打球、しかし詰まった当たり、打ち上げました。田中ショートフライに終わりました。ここで打順が一巡します。青木バッター、青木第1球です。まずは見送りました。この球は外しています。2球目です。高めのボール打った。ピッチャーの正面、ピッチャー返し、抜かれた、抜かれました。ここでヒットが出ました。青木、今日2本目のヒットが出ました。さあ打順は2番に回ってきます。井端、右のバッターボックスです。初回の1打席目。さあファーストランナーがスタートします。ピッチャー外した、タッチしてアウト。2塁盗塁失敗。今のプレイをもう一度見てみましょうか。プロ野球ファンでいっぱいのスタジアムから実況生中継でお送りしています。低めのボール打って右へ持っていきます。ライトです。取った、取った、スリーアウトチェンジ。さあオールパシフィック、1点を追っての攻撃です。打撃守備走塁に底知れないスケールと可能性、ライオンズの未来を担いミスターレオの称号を我がものに、中島博之。さあ今日の第一打席です。まずどこに構えるか。初球変化球は空振りです。ヘッドがですね、体に巻きつく感じで打ちたいですよね。あ、そうでしたね。アウトコースへ決めました。それにしても思い切って振ってきましたね。はい、残念ながら捉えられませんでした。次はどんなボールを持ってくるか。あっと変化球、2エンド1になりました。次が4球目。これはボールになります。まあ、あれだけ外に配球が来ますとどうしても踏み込めますからね。はい、外中心の、あっと見逃し、インコース見送って三振です。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。さあ初球はどうでしょう。まず空振り当たりません。いやー西崎さん、このピッチングはどうご覧になってますか。なかなかいいピッチングだと思いますけどね。ですよね、ここまではいいピッチングですよね。さあ3球目は、これはボールです。ワンエンドツーになりました。バッティングカウントになったが、低めインコース、ワンエンドスリーになりました。さあ何を見せるか。ファーボール、これが今日最初のファーボールになります。選球眼と確実性を極め、大村直行、2回にはビッグなプレーを見せました。どこから攻めるか。初球振りません。ワンナスイングです。この球はどうでしょう。インコース、低めのストライク。バッター慎重に見ています。様子を見ていくか。これはボールになります。バット出しませんね。はい、手を出しませんでした。低めの変化球は外れました。カウント2エンド2。次が5球目。低めのボール打った。これはセカンドになります。取って2塁アウト、1塁もアウト、ダブルプレー成功、3アウトチェンジ。3回を終了、オールパシフィック、最後はダブルプレーに終わりました。オールパシフィック、今日最初のピッチャー交代です。田中、1点リードされた場面での登板となります。セリーグ打線をどう抑えてくるんでしょうか。
平成の新怪物という称号は大げさではなかった。新人王を糧に楽天の、そして日本のエースを目指す田中将大。まずは初球、初球叩いてくればいい、抜けた、きれいに抜けた、ヒットになる。村田2本目のヒットを放ちました。ここで打順は4番を迎えます。新井、右バッターボックスに入ります。この回ヒットを打たれています。どこから行く、これも強烈な打球、これはいいですよ。下がる下がる下がる、頭の上を破った、長打コースになります。セカンドが中継、ツーベースヒット。ここで打順は DH へ回ります。ナミです。そのバッターボックスとなります。まあいい場面を作れましたよ。ですね、ここはじっくり行きたい。依然ノーアウトです。さあ初球です。最初は見ていきます。ワンストライクノーボール。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、ファーストゴロに終わっています。点差変わらず1点差、オールセントラルがリードしています。これはバットが出せない。コーナーいっぱいにコントロールします。さあ第4球、まっすぐ打ちました。さあこの打球は、さあランナーはどうでしょう、タッチアップは。さあショート中継する。さあランナーがホームに帰ります。2対0、1点を追加します。リードは2点差になりました。ただいまのホームインの場面、もう一度ご覧いただきましょう。犠牲フライによる追加点が入っています。そして打順が変わります。和田、右の打席に入りました。すでに1点をこの回与えています。第1球です。最初のボール外れました。ボールカウントノーアウト。バッター和田、次の第2球、外に決まりました。カウント1エンド1。この前の打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。外れました、低めの球。ボールカウント1エンド2。すでに1点を失っています。バッティングカウントになった。あっと強烈な当たり、伸びていって、飛び込んだ、ツーランホームラン。力で見せます。ただ京セラドーム大阪に美しいアーチを描きました。今ホームインしました。4対0。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。2点を追加します。4点差に広がりました。さあ今のホームランです。この展開での追加点、いいタイミングでリードを広げました。次のバッターです。前田、左のボックスに入っています。1投目、今度もいい当たり、打球はセカンドへ。一塁送球、これは一塁アウトです。前田、セカンドゴロに終わりました。そしてバッター阿部、2回の第1打席センターフライに終わっています。どう組み立ててくるか。これも鋭い当たり、打ち上げてセンターへの打球、落ちた落ちた、ワンバウンド。さあヒットになった。阿部、センターへのヒットが出ました。そして次のバッターを迎えます。田中、バッター田中、まずどこに構えるか。これも強烈な打球、あっと破りました、センターへのヒット。中継のセカンドへ。さあチャンスを広げていく。追加点に入れておきたい。田中、センターへの打球はヒットになりました。さあ繋ぎました、青木。青木、今日は2回塁に出ています。さあどこから来るか。これもいい当たりだ、バウンドして取ります。一塁、これは余裕でアウト。それで3アウトチェンジです。4回の表が終了。オールセントラル3点を追加、4対0、点差を開きました。2番手ピッチャーを送ります。石川、4点リードの場面で登板となりました。パ・リーグ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。絶妙な制球と自在な緩急。
4回の裏、ここまでのパシフィック、ヒットはなし、当然得点はありません。一方のセントラル、ヒットが8本、4得点という内容です。オールセントラルがリードしています。このボールはどうか。これは大きく外れました。ボールカウント1エンド1。さあ3球目。変化球打った。これはライトが前に出ます。取ってワンアウト。飛んだ。ライトフライに終わりました。そしてここも抑えてツーアウトにしたい。何から持ってくるか。まずは初球ストレート。今のは高め、外れてますよ。なるほど、そのボール球を振ってしまいました。2球目です。あっと今度は変化球、ワンエンドワンになりました。この前の打席はきっちり捉えたんですが、セカンドライナーに終わっています。いい打球でしたね。インコース決めました。さあここは追い込まれていますが、さあ4球目。あっとスイングアウト、最後は空振りに仕留めました。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。そして次の3番稲葉、左のバッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。まずは外から来ました。ボールカウント1ストライク、ツーアウトになっています。次のボールはストライクです。2つストライクが来ました。キャッチャーのサインが1へ、2ストライク1ボール。さあ4投目、外への変化球、これも低めでしたよね。はい、低めに投げてきました。さあ何を見せるか。外のボールは、これはショートの上、取りました。これで3アウトチェンジ。4回の裏を終了。オールパシフィック3回目の三者凡退に倒れています。5回の表、オールセントラルの攻撃、そしてこの回の先頭、井端、右のバッターボックスに入っています。さあまずは見送りました。ワンナッシングです。点差変わらず4点差、オールセントラルがリードしています。2球目です。まっすぐ打ち上げました。上がった。これはショートが取りました。これでワンアウト。井端ショートフライに倒れました。次のバッターが入ります。村田、右のバッターボックスです。最初の球はこの球は大きく外れます。このボールはどうか。いい当たり、センター返しの素直なバッティングは一塁へ。ファースト取って、これはアウトです。そして次の4番原井、ツーアウトになっています。初球です。いい当たり、この打球は距離は十分だが、ああこれは左に切りました。ファウルボール。第2球バッター見送りました。ワンエンドワン。3投目、これもいい当たりだ。この打球はレフトへの当たり。この打球なんですよ、レフトを打ちません。頭上を越えました。さあ連携プレー見せるか。ツーベースヒット、2打席連続。原井、レフトオーバーのツーベースヒットになりました。さあこの回ツーベースヒットのランナーを許しています。どこから行く。変化球打って、打球はピッチャーの横、抑えた。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。5回の表が終了。オールセントラル、得点はありませんでした。5回の裏、オールパシフィックの攻撃、オールパシフィックの先頭バッター山崎、右の打席に入りました。さあ初球はどうでしょう。まずはインコース、ボールカウントワンストライク。2球目はどう攻める。低め打ちました。これはピッチャー正面、セカンドが抑えます。ファーストへ送ります。一塁はアウトです。山崎セカンドゴロに終わっています。打順が2回の1打席目、ファーストゴロに倒れています。さあ1投目、初球振りません。ワンナッシングです。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。次のボールはスト
ストレートを持ってきました。さあバッター追い込まれています。さあ勝負か、どうする。決まった、三球三振。最後は変化球決めました。そして次の先頭打者は内野ゴロ、その後三振を取っています。初球はどうか、外のボール打って打球は左へ、ファウルです。ファウルになります。さあ次のボールは、次はストレートできました。ツーストライク。次のボール注目しましょう。変化球外を狙いましたが入りません。ツーエンドワンになりました。さあ次の4球目は、あっとスイングアウト三振、クリアアウトチェン、外のボール空振りの三振を奪いました。さて試合は4点差のまま6回に入っています。京セラドーム大阪は6回の表、オールセントラルの攻撃。この回の先頭バッター和田、右のバッターボックスに入っています。今日は2回を投げて許したヒットが6本、そして失点が3あります。間出しましたよ。オールセントラルですが、ここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。魂を込めフルスイングする背中から伝わるその思い、立ち止まることはない、歩み続ける球道者金本智明。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割6分5厘のアベレージ、そして打点の数が95となっています。さあ1球目、初球を投げてストライク、カウント1ストライクノーボールです。さあ次はどう攻めるか、ストレートできました。さあ2ストライク追い込みました。さあ1球様子を見るか、さあこれは痛烈だ、これは1、2塁間へ、強い当たりはファーストゴロです。アウト、鮮やかなプレーでアウトにしました。それにしてもね、今のいいプレーですよね。はい、これはリプレイで見てみたいですね。もう一度振り返りましょう。そして次の7番前田、ワンアウトランナーはありません。1投目まっすぐ打ってファウルです。どう攻めるのか、おっと平行カウント1エンド1。3球目ストレート打ちました。この打球はどうなる、外のボール打っていきました。さあ4球目、これも鋭い、あっとさあどうだ。さあヒットが飛び出した。前田セカンドへの内野安打になりました。そして打順が変わります。阿部左打席に入っています。さあオールセントラル、ワンアウトからヒットが出ています。さあ1球目打っていった、これはセカンドになります。抑えた、2塁アウト、1塁手走、これはアウト、一塁マウントゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。さあ今のシーンです。さあオールパシフィック、オールセントラル3番手ピッチャーをマウンドに上げます。大竹、4点リードでマウンドに上がります。インコースから入りました。147キロです。2投目。この球は入りません。ボールカウント1エンド1。さあ3球目は。あっと強い当たり。しかしファウルボールです。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて助かりましたよね。はい、そうですね。外への変化球入りません。手を出しませんね。はい、バッター見ていました。さあ5球目。内へのボール打った。2方向。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあノーアウトのランナーが出ます。
崎さん。まあヒットになりましたが、打たれたのは。そうですね、フォークじゃないですか。ああ、フォークだったんですか。おっと、ファーストランナースタート、変化球打ちました。打球はセカンドへ。一塁送球、一塁はアウトです。その間にランナー二塁に進んでいます。そして次のバッターとなります大村直行。ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。初球、平本インコースに来ました。ストライク狙ってきたんでしょうか。バッター、大村直行。さあ、次の3球目。膝元へ決めてきました。1球、ストライクが入ります。バッティングカウントからの4球目。見ましたが、ストライク。2エンド2になりました。フォーク三振。際どいコース決まりました。そして、次のバッターを迎えます。本田。ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。1投目。ブレートで、右への打球。2アウトになっています。どう攻めるのか。外の釣りは内に持ってきました。2ストライクノーボール。次の配球は、あー、ゴロになります。この回ゼロということになるんでしょうか。1塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームは中盤6回を終了。オールパシフィック0点で攻撃を終了しました。オールパシフィック3番手のピッチャーを送ります。石井、果たしてどんなピッチングを見せるのか。緩急と制球重視のピッチングは海の向こうで学んだ。2008年、あえて環境を変え、さらに自らを高める石井一久。さあ、1投目。痛烈な打球、初球。ピッチャー返し、抜かれた。抜かれました。ピッチャーの代わり腹を捉えた。さあ、田尾さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。今のまっすぐでは抑えるのは難しいと思いますよ。はい、その球をヒットにしました。第1球は、あっと、ワイルドピッチでしょうか。その間にファーストランナーはセカンドへ。さあ、これはどうか。ワイルドピッチが出ました。この試合の解説は田尾康さん。そしてこれも強烈な打球、これはセンターに上がった。取って、これでワンアウト。青木、センターフライに終わりました。そしてラジ、この前の打席ショートフライに終わっています。どこに出てくるんでしょうか。これも強い当たりだ。ショートが取ります。一塁へ送ります。あっと、悪送球。一塁、これは余裕でアウト。井端、ショートゴロに倒れました。このゲームはここまで3打数2安打、打点は1の内容です。ちょっとバッター変えますね。さあ、この追加点のチャンス、オールセントラ。ここはこの人に任せます。代打です。走攻守全てで光る職人芸、球団の枠を超えた統率力、小技チームに徹する真のリーダー、宮本慎也。ツーアウトになっています。どこから狙うか。最初は高め、カウントノーワン。依然として4点差、オールセントラルがリードしています。これもいい当たりだ。レフトへ上がった。取った。これで3アウト。7回の表が終了。オールセントラル無得点で攻撃を終了しました。オールセントラ、この場面で4番手のピッチャーとなります。クルー、4点リードの場面で登板となりました。さあ、調子はどうでしょうか。160キロオーバーの剛速球で打者をバタバタとなぎ倒す日本球界最速クローザー、マーク・クルーン。ストライクを取ります。ワンストライク。4回の前の打席、スイングアウトの三振に倒れています。これは遠いところ、ここはバットを出しません。次が3球目。あーっと、打った。この辺りはセンターへの打球、あーっと、ワンバウンドヒット。さあ、ここはバッターの勝ち。センターへヒットを打ちました。打たれましたけど、キレのあるフォークでしたよ。ノーアウトです。1投目、まず大きく外れてボールになりました。ノーワンです。3番バッター稲葉、ヒットでランナーを出しています。2球目です。あっと、ストレートきました。ボールが来てると思うんですけども。そうですよね、
157キロ出ていました。この球は外れています。ワンエンドツーになっています。バッティングカウントになったが決まりました。ツーエンドツーになっています。大きく変化しました。カウントツースリー。さあツースリーになった。さあこの当たりはこれは低い当たり。あっと落ちた。ワンバウンドヒットになります。ノーアウトランナー三塁一塁、チャンスとなりました。さあそして4番という場面、山崎、得点圏にランナーを置いての打席になります。さあ初球、最初は見ていきます。ワンナッシングです。2球目はどうでしょう。ストライク。ボールが来てると思うんですけども。そうですよね。159キロ出ていました。次が4球目。外のボールは打っていった。この打球はファウルになります。依然カウントは2エンド1。ストライク落ちました。セカンドが抑えます。2塁はアウト。1塁転送間に合うか。1塁もアウト。463のダブルプレー。まあ、ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。はい、今の併殺が2つ目ということになります。4対1。そして次の5番ローズ、5回の2打席目、見逃しの三振に倒れています。初球です。まずは初球ストライク、いいところへ決めてきます。2球目はどう攻める。さあこれは痛烈だ。これは大きい。これは大きな打球だ。ここで一発が出ました。高速球打ち返した打球はものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。そして今ホームイン。4対2。今のはどうでしたでしょうか。いや、ここでホームランが出ましたか。1点を返します。ただいまのホームラン、リプレイが出ます。これで2点差に変わっています。そしてバッターは6番カブレラ、オールパシフィック。さあソロホームランが出ています。さあ第1球、初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクノーボール。さあ2球目、外へ持っていきました。ツーストライク。様子を見ていくか。外、外への変化球、ツーエンドワンです。さあ4球目、あっと空振り三振。スリーアウトチェンジ。空振りの三振に切って取りました。7回の表裏を終了。オールパシフィック2点を返しています。4対2、2点差にしています。オールパシフィック4番手のピッチャーに変え、8回の攻撃中のセントラル、先ほどの回は残塁が1、そして得点には至りませんでした。さあ初球、真ん中は左への打球、取った。ファーストへ送ります。アウト。一塁はアウト。払い。サード。まずはワンアウトを取っています。初球はどうか。初球狙って、これはいい当たりだ。どうだ。スタンドに刺さります。ホームランです。ホームラン。力で運んだホームラン。強烈な打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。8回の表、ホームランを放ちました。中盤嬉しい追加点になるホームラン、今ホームインしました。5対2。そしてタッチをかわしていきます。追加点が入ります。その差は3点になりました。さあ今のホームランです。ここでの追加点、勝利が一段と見えてくることでしょう。そして次の6番、金本。6番バッター、金本、まずどこに構えるか。これも痛烈な当たり。これはライトへ上がった。しっかり捉えた。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあバッターランナー二塁を狙う。オールセントラル。今日のゲーム放ったヒットの数が13となっています。さあこの場面で下位打線に回ります。前田、6回の3打席目、セカンドへのヒットを記録しています。最初の1球、初球振りません。カウントノーワン。第2球、今度もいい当たり。右中間へ上がった。追っていきます。ワンバウンドヒット。ファーストランナー二塁回った。打ったバッターは二塁へ向かいます。セカンドが中継。さあファーストランナー一気にホームへ。ツーベースヒット。ファーストランナーがホームインしました。6対2、1点を加えます。点差は4に変わりました。さあただいまの得点シーンご覧いただきましょう。ピンチヒッターですよ。さあワンヒットで追加点というチャンス。オールセントラル、ここで代打の切り札を送ります。ベイスターズ投手陣を知り尽くし築き上げたリード、
強肩強打でも投手陣をサポートする球の司令塔相川亮司。オールセントラル。さあツーベースヒットで1点を追加しています。どこから行く。ピンチヒッター相川。次のボールは変化球打ち上げました。打球は上。これはセカンドが出ます。今のはですねカーブに対応できませんでしたね。取りました。これで2アウト。相川セカンドフライに終わりました。2アウトで次のバッターを迎えます。田中8回表2アウトです。田中今日のゲーム2回出塁しています。最初の1球まずはインコース。バッテリー1球外してきました。この球はどうでしょう。あこれは転がった。ここでショートゴロ。1塁送球。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームは8回の表を終了。オールセントラル。この試合4回目のピッチャー。ただいまのホームラン、リプレイが出ます。8番バッター、里崎。さあ、1投目。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライク。第2球はどういく。大きな円を描いて空振りです。カウント、2ストライク、ノーボールです。サインはどう出されたのか。高めのボール球、手を出した。さあ、次の4球目は。低めのボール打った。高いバウンドになりました。取って、1塁へ。1塁はアウトです。里崎ショートゴロに終わっています。6回の2打席目三振に終わっています。さあ初球、まずは初球ストライク。ワンストライクです。2球目です。入りました。147キロのストレート。さあ1球様子を見るか。ストレートを打って左方向へ。今のは完全に打たされましたね。ホームラン。次のバッターが入ります。本田。第1球です。初球簡単にストライクを取ります。カウント1ストライクノーボールです。さあ2球目。ここまでノーヒット。今日のバッティングです。さあ3投目。外角低めのストライク。2エンド1になりました。次が4球目。これはスライダー。2ストライク2ボール。さあ5球目。あっとスイングアウト三振。スリーアウトチェンジ。最後は空振りに仕留めました。さて試合は3点差となって、オールパシフィック。ここもピッチャーを変えます。武田、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。点差変わらず3点差。オールセントラルがリードしています。最初の1球セーフティーバント。ファウルです。ファウルになります。次の2球目また狙ってきた。この打球はファウルになります。様子を見ていくか。落ちるボール打ちました。これもファウル。次の4球目。これはボール。カウント2エンド1。さあ何を見せるか。スイングアウト。トップバッターは三振に倒れました。スイングアウトの三振のシーンです。そして両チームホームランが2本ずつというこのゲームです。1投目まずは初球見送りました。ボールカウントノーワン。次の2投目あっといい当たり。センターへ上がった。懸命に追いかけます。ワンバウンドヒット。落ちました。あっとセカンドを狙った。狙ったぞ。さあ中継間に合うか。カオさん今のバッティングは。ちょっそしてワンアウトランナー二塁です。カオさんここはどうすればいいでしょう。まあ当然ランナー返すことだけでしょう。はい。ここからの得点はあるんでしょうか。はい。あっと打ちました。これはピッチャー取って一塁に送ります。一塁アウト。ランナー進めました。宮本セカンドゴロに倒れました。今日5度目のバッターボックスに入っています。どこから狙うか。ストレート。
抑えた。ファーストへ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。ここはさあオールパシフィック、この後2番から始まります。9回の裏オールパシフィックの攻撃。第1球は1球目は空振りです。150キロです。さあどうでしょう。まっすぐを打って左へ、取った。一塁へ。一塁楽々アウトです。川崎ショートゴロに倒れました。すでに1球を許しています。最初の1球、初球を投げてストライク。速いボールだと思いますけどもね。そうですよね。150キロ出ていました。3球目はどうする。これはスライダーで決めました。これで2ストライクと追い込みました。さあ第4球、さあ5球目、ストレート。最後はバットに当てさせませんでした。これが今の三振です。今日4回目のバッターボックスに入っています。勝利まであと1人になった。初球村本インコースに来ました。149キロのストレート、これもストライク。ストレートで2ストライク目を取りました。これで終わるか。空振り三振、試合終了。全くタイミング合ってないですよね。はい、思い通り三振です。このオールスターゲームは6対3オールセントラルの勝利となりました。投手リレーで逃げ切りました。壇上には今日のヒーローが上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。2人目に登板、2回被安打0、3奪三振、自責点0、勝ち星がついています。そして打撃成績です。3打数の2安打、打点1、活躍を見せました。さあこの2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲーム